ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙。霊夢、どうしたんだ？この前とんでもなくヤバいイベントを見つけたのよ。ヤバいイベント？どんなイベントなんだ？なんか、色気ある人が過激な格好をしていたのよ。頭にウサギのような耳もつけていたわ。おお、それはバニーガールだな。クラブとかに時々出現するぜ。そうなのね、初めて見たからドキドキしたわ。バニーガールでドキドキするなんて、霊夢もまだまだお子ちゃまだな。何よ。他にももっとヤバいイベントがゴロゴロとあるぜ。そうなの、知りたいわ。じゃあ今回はヤバすぎるイベント8000を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。最初に紹介するのはフリーハグ&ハグチェキ会だぜ。フリーハグ？このイベントはとあるアイドルグループがゴールデンウィーク中に開催した過激な企画だぜ。どんな企画なんだろう。それが、そのアイドルグループのメンバー6人全員とハグができるという内容だ。アイドルとハグができるの？そうだぜ、これアイドルファンにとっては夢のようなイベントだよな。アイドルファンではない私ですら足を運びたくなるわよ。場所は東京都の武道館アイドル博だったぜ。もちろんコロナ前だ。それで、その6人のアイドルグループは何なのよ。サイバーというグループだ。イチゴスタイルがプロデュースしているアイドルグループね。よく知っているな。世界を騒がすサイバーテ、アイドルというコンセプトを掲げ、元ビズのイチゴリナハムが結成したグループだ。コンセプトから衝撃的ね。このイベント開催が公開されてから、SNS ではアイドルに触れる。あの子はたわわがでかいなどと鼻息を荒くしているコメントが散見されたぜ。無事にイベントは成功したの？成功したぞ。すごい、何も起きなかったのね。まあ、何も起こらないように対策していたからな。どういうこと？これがイベント当日のアイドル衣装だぜ。え、これは何なの？ガスマスクをつけて完全防護服を身にまとっているんだ。おお、なるほど、これなら逆に安心できるのかもね。そうだぜ、これでメンバーの安全も考えられているし、心置きなくファンたちにサービスができる仕様になっていたぞ。でも、なんだかファンを物扱いしている感じもするわね。確かにそういうコメントもあったぜ。でも、それを上回る喜びの声が上がっていたんだ。そうなのね、それにしても本当にすごいイベント。こんなイベントはこれから先一度もないかもしれないな。次に紹介するのはイベントの露出コスプレだぜ。露出コスプレ、SNS で批判が殺到しそうね。どうしてそう思うんだ？だって、この前ユニバで露出の多いコスプレイヤーが、写真撮ったらたくさん批判されてたもん。あれはユニバだから問題視されたんだ。イベント内ではそうでもないぜ。そうなの、どんなイベントなの？イベント自体は普通のコスプレの写真会的な感じだぜ。そうなのね、なら安心だわ。ただ安心はできないぞ。最近のキャラクターはデフォルトの衣装が過激な露出だったりしているんだ。だから、自然とコスプレイヤーの露出も激しくなるぜ。なるほど。そんな露出コスプレの中でもかなり際どいものを紹介するぞ。お願いします。この写真はどうだ？これはもうコスプレというよりも露出狂ね。いや、コスプレだぜ。でも、肌が見えすぎているわよ。こういうもんだぜ、これはどうだ？もうダメ、家でやりなさい。そういうわけにもいかないぜ、なんせコスプレのイベントだからな。子供はお断りね。これなんかもすごいぞ。よくこんな格好が人前でできるよね。普通だと恥ずかしくてできないもんな。本当よ、羞恥心というものが欠如しているわよ。まあ、人それぞれ価値観があるからな。確かにそうね。ちなみに、今回は紹介できなかったけど、見せてはいけない部分まで丸見えのコスプレイヤーもいるぜ。そうなの、それはダメよ。まあ、人それぞれ価値観があるからな。それ一本で通ると思わないでよ。次は日本のヤバすぎる祭りを紹介するぜ。ヤバすぎる祭り？まずは金村祭りだぜ。どんな祭りなの？これは毎年4月の第1日曜日に神奈川県で行われる祭りだぜ。男性の象徴部分に酷似しているんだ。これはアウトでしょ。また、祭りの屋台で販売されている血、飴も名物だぜ。誰がこんなものを買うのよ。毎年ネットでも争奪戦が起きるくらい希少価値の高い飴だ。そうなの、絶対に食べたくないわ。次は下試しだぜ。肝試し？違うぜ、下試しだぜ。それはどんなものなの？これは下のネタを初対面の男女が語り合って親睦を深めるという東京都のイベントだぜ。え、初対面で下のネタ？そうだぜ、霊夢、世界各地どこへ行っても共通する話題は何だと思う？え、なんだろう、世界平和とか？違うぜ、下のネタだ。そんなわけないでしょ。まあ、初対面同士の人が一番仲良くなる方法は下のネタなんだろうな。そういったネタを話さないといけないの？厳格なルールはないが、基本的にはそうだな。ちなみに、人を不快にさせるような話は厳禁だ。そりゃそうよ、意外としっかりしているのかもね。次は大島かおるトゲ、ストリップを見ようの回だぜ。なんなのよそれは、
その名の通り、ストリップを見る会だぜ。そんな祭りがあるのね。げ、ストリップだから、祭りに参加する人は圧倒的に女性が多いぜ。案外需要が高いのね。これには理由があるんだ。理由？それは普段は女性が見ることができないってことだな。え、そうなの？そうだぜ。そして昨今もてはやされている男の子タレント大島香織さんが開催したんだ。なるほどね。だから女性が多いのね。かなり人気があるイベントだぜ。行列は覚悟しておかないといけないな。でも、祭りの内容はやっぱりストリップなんでしょ？そうだぜ。目の前でいい体つきの男がガンガン脱ぐぞ。いろんな世界があるわね。まだまだあるぜ。次は下トーク下のネタ飲み会だぜ。なんだかやばそうね。それはかなりの頻度で開催されている下のネタ飲み会だぜ。どんな祭りなの？参加者みんなで大人な話をするんだ。毎回 V 女優や裏垢女子などをゲストに迎えているぜ。そうなのね。男性も参加可能なの？可能だぜ。でもアルコールや勢いに任せてのボディタッチは禁じられているんだ。そりゃそうだよね。結構な頻度って言っていたけど、どのくらいなの？月に1回くらいだぜ。東京都でやっているみたいだぞ。かなりやっているわね。気が向いたら参加してみようかな。新しい世界に旅立つのはいいことだぜ。次に紹介するのは東京モーターショーだぜ。どんなイベントなの？これは日本最大のモーターショーで、1954年から今に至るまで開催されているんだ。すごい歴史のあるイベントなのね。東京モーターショーの特徴はコンセプトカーだ。コンセプトカー？つまり、展示目的で制作した自動車を初めて披露する場になることが多いということだぜ。なるほどね。コアなファンは食いつきそうね。最近は娯楽目的から環境保全に目的を変えてエコカーが多く登場するようになったみたいだな。環境への配慮もいいのね。もちろん、最新技術の自動運転車なんかも出るぜ。楽しそうね。そして、世界中から技術者とか評論家、各種著名人もやってくるぞ。それだけ世界から注目を浴びているのね。ちなみに開催期間は10日あり、その間に数十万人の来場者が訪れるぜ。すごすぎる。みんな車目的なのね。そうとも限らないんだよ。え、どうしてよ。中には車のそばに立つコンパニオンが目的の人がいるんだ。え、コンパニオン？通常は企業の展示ブースで宣伝したり、車の説明を行っている彼女たちだぜ。でも、どうしてそんな人たちを見に来るのよ。それは、車を引き立てるために過激な格好をして男性たちを釘付けにしているんだ。え、なんだか車が引き立て役になっている気が。それに、企業ごとにコーディネートやコンセプトが違うから、多種多様なコンパニオンを見れるんだ。なるほどね、確かにそれなら納得だわ。何にせよ客引きは成功しているってわけだな。車に興味がない人でもコンパニオン目当てで来場して、そこで車に興味を持ってくれると一石二鳥ね。そうだぜ、一種の企業戦略だな。次に紹介するのはフェチフェスだぜ。フェチフェス、それはどんなイベントなの？あらゆるフェチが一堂に会したイベントだぜ。お尻フェチとか匂いフェチとかだね。そんな甘いものではないぞ。え？金箔、全身タイツ、ガスマスクに身体改造などのフェチもあるぜ。うわぁ、なんだか思っていたよりもヤバそうね。だが安心してくれ。字面だけではかなり過激そうに思えるが、内容は非常にポップなんだ。なんだ、それはよかった。フェチという共通テーマにクリエイターや V 女優とコラボ。商品の即売会とパフォーマンスを行うんだ。商品販売とパフォーマンス、気になるわ。中には騙し絵的なストッキングが販売されていたり、様々なフィギュアに金箔を行ったりしてるぜ。フェチフェスの名のまんまのイベントだな。一部の人には大好評なのかもね。これは日本のみならず海外でも高い人気を誇っているんだ。見どころも満載だからおすすめだぜ。どこで開催されるの？東京都内で年に1回不定期開催しているぞ。そうなのね、機会があれば行ってみるわ。次に紹介するのはミュージアムだぜ。え？そうだ、だ。名前からもうやばいわね。これは SNS を中心に今大注目されているイベントなんだ。知っている人も多いだろうな。そうなのね。まずは入り口で自分の運のキャラクターを生み出すんだ。ちょっと待ってよ、自分の運のキャラクターを生み出すの？出なかったらどうするのよ。出なかったらとは？だから、その場で出なかったらキャラクターを作れないじゃない。霊夢、何か勘違いしているぞ。え、何よ。実際の自分の運からキャラクターを作るわけではないぜ。あ、そうなの、なんだ、早く言ってよ。誰もそうは思わないぜ。作り出したキャラクターと一緒にミュージアムを旅するというストーリーになっているんだ。と旅をするのね。RPG ゲームの中に入ったみたい。本当にゲームだったらかなりのクソゲーだけどな。これはひたすらポップに運が展示されているイベントなんだ。だから子供はもちろん大人まで楽しめるぜ。大人も楽しめるの、それはいいわね。
うん、はみんな大好きだからな。下系でもないから親子で行っても気まずくないぜ。それはいいわね。次に紹介するのは東京オートサロンだぜ。東京オートサロン？これは東京モーターショーと同じように、コンパニオンがすごくヤバいんだ。そうなのね、どんな感じなのかな。まずは TAS エンジェルス、オレンジ色の衣装を身にまとっているな。とても綺麗ね。どうしても車ではなくて女性に目が行ってしまうよな。次は岩だぜ。これはちょっと過激。そうだよな、なんだか少し行けない場所に足を踏み入れた感じがするぜ。これは来場者も多くなるわ。次はゴンダヤだぜ。もうインナーつけてないのかな。かなり露出の高い衣装で客引きをしているな。キャバクラみたいね、行ったことないけど。キャバクラでもこんな露出のある衣装はかなりレアだぜ。そうなのね。次はエクシズルラインコーリミテッドだぜ。なんだか露出は少しだけだね。でも、これはこれでそそられるものがあるぜ。柄が特徴的だわ。こんな感じで、毎年多くのコンパニオンが集結するイベントだぜ。なんだか楽しそうね。そうだよな、気が向いたら行ってみるといいぜ。最後に紹介するのはスクールガールゾンビハンターだぜ。それはどんなイベントなの？これは幕張メッセで開催された PS4 ソフト。スクールガールゾンビハンターのステージイベントだぜ。ゲームのイベントなのね。そのイベントの中でビリビリ撮影会が開催されたんだ。ビリビリ撮影会？ PV で5人のヒロインたちが紹介され、そのキャラクターに扮したモデルが登場するんだ。なんか武器を持っているわね。これからゾンビと戦うわけだからな。なるほど、ゾンビハンターだもんね。そして本作には衣装ビリビリシステムがあるんだ。気になるわ。これはゾンビの攻撃を受けるたび衣装がビリビリと破れてしまうシステムだぜ。なるほど、なんだか面白い仕様になっているのね。そして、このイベントステージでも同様のことが行われたぜ。モデルの服が破かれている。その結果、みんながとても過激な衣装に変わってしまうぞ。すごいイベント、親子で見に来ていた人はとても気まずいかもね。そうだな、もちろん写真会だからみんなパシャパシャしたぜ。よくこの企画案が通ったわね。まあ、実際来場者も多かったから成功と言ってもいいかもな。今では少し問題になりそうだけどね。そうだな。ということでヤバすぎるイベント8000を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。